これすっごいこと俺言ってんのよそれ見えてますよ皆さん本当に先生見えてる。さあそろそろ占いをしていただきたいなと思うんですけど、何占ってもらえますか。前回自分のことを、まあ、伺って、まあ、金運上昇っていう、まあ、いいことばかり言ってもらってたんですけど、それはまあ家族が好きなので、あの家は僕の宝箱と思ってて、嫌いなものが何もない、で家族は自分の宝物と思ってて、だから宝箱の中にいる宝物の、まあ、今後というか、まあ、家族の今後、女房子供とかの、まあ、運気とか、まあ、子供の将来とか見ていただけたら、それにまあ向いてる職業だったりとか、うんうん、3人いらっしゃって、一番上が高校生、はい、高校1年生男の子、男の子、中学1年生女の子、一番下幼稚園の年少さん、あ年長さん6歳、6歳の女の子、はいはい、だから今年小学校1年生になりますよね、うん、はい、まあっという間にね育つというかね。そう、上と下が10歳離れてて、まあ、男女女の子で、なんかこう育て方はもう全員一緒にしようと思ってて、であとはお兄ちゃんを絶対的に尊敬させるっていう、そういう子育ての仕方をしてて、もうだからお兄ちゃんにはパパがいない時はあのパパ代わりだから、ちびパパだからちゃんと家族のことよく見てるんだよって言ったら、責任感が強すぎて自分がいない時の苦情がすごい来るの娘たちから。お兄ちゃんのね高校でね、パパがいないと箸持て、コップ両手で持てとかうるさいんだよねとかって、こぼすなとかいろんなこと言う。ちっちゃいパパになってるんだ。そうなってるんだから、そんな感じの子育てをしながら、兄弟仲は半端じゃなくいいです。あ、それいいですね。すっごいです。じゃあちょっと将来的な、将来的なこう職業何やってんの、職業とか何が向いてんのかなとか、てるか、将来どんな風に、まあ、歩んでったらいいのかなっていう、知りたいなと思って。先生お願いします、はい、ではちょっと鑑定させていただきますので。こんなことできるんですか占いで、はい、ね、カードですね。少々お待ちくださいね。自分と女房の子供だからどうなんのかな。いや心配ですよね、子供はね。すごい心配で。そうですよね。もうすごいよ先生、集中されて、ね、んな、怖い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 。なんか自分のことよりちょっとね、なんかやっぱり子供のこととなると不安になりますね。女房は長生きしててもらわないといけないとか思うしさ、ちょっと何カードなの、何カードなの、これあの仏様のカード、そんなカードがあるんだ、そうか、矢をよろずの神ってね先生おっしゃってたから、いろんな神様が、俺んちの女房豆まきする時、矢をよろずの神々様に捧げます、鬼は外って言うんだよ。かわいい。天照皇大神宮の 神々様にとか言うの。面白い。何それっつって。ちょっと引いたんだけど、お父さんが言ってたらしくて。ああ、そうなんだ。それもとてつもないでかい声で言うのよ。ああ、やっぱりすごいですよね。すごい、すごいが出ます。皆さんが、家族も運がね、いいんです。よかったですね。どっちもすごいから怖いですけど。あ、そっか。どっちもすごいもいろいろ。いい意味でです。あ、本当ですか。はい、うん。よろしいですかね、はい、まず長男さんなんですけど、はい、まあ、やっぱり先ほどおっしゃってみたようにやっぱり信念とかがめちゃくちゃ強くてその中にもやっぱり真心って言ったらいいのかながすごく入ってる。で、人を助けたいとかそういったお仕事に就くともしかしたらいいんじゃないかなと思って、警察官とか消防士さんとか、これすっごいこと俺言ってんのよそれ。しかも子供が最初に夢中になった映画、ドラマがあるんですよ、レスキューっていう、あの消防隊の横浜消防のドラマがあって、まあ、そう自分が出てたんですけど、すごいですね、それもあってめっちゃ夢中になって、消防士になりたいとか一時めちゃめちゃ言ってて、今筋トレめっちゃ頑張ってる。あ、じゃあ合ってるん、そうですね、消防士さんとか本当に向いてる、見えるかなと思います。警察官、消防士、消防士、あとは人を助けるっていう意味ならあの弁護士さんとかそういったのでもいいのかなとは思うんですけど、どちらかというとあの肉体を使って守ってあげるっていう方が向いてるかなと思うので、自衛隊とか、あ、自衛隊とか、うん、学校、それこそ学校の先生とかどうかな、自衛隊とか人もいっぱいありますね。そうですね、絞ってるところがドンピシャで当たってる、うん、今学校もそういう方向性の学校ぽいとこに行ってんの、そうだけじゃないんだけどちょっと当たってて俺引いてる、いでも本当にそういったお仕事が向いてみえるか、真面目な感じの、そうですね、真面目で人を助けれる
人。長女、長女はどうですか。長女さんはどちらかというと感受性がすごく豊かな感じがして、うん、で芸術面の方で活躍されるかなっていう感じがするんですよ。芸術面あると、うん、例えば絵であったりだとか楽器、うんうんうん、であったりだとか。俺今絶対出てうちの娘は楽器やってるんですよ。すごい当たってる。めっちゃ当たってるじゃないですか。とかそういったところで感受性が豊かだからこそできることっていうのがやっぱあるので、うん、すごい。じゃあ当たってるよ、たまちゃん。よかったね、よかったですね。長男もたち、長今長男もね、何言うかな、逆のこと言うんじゃねえかなと思ってたら、うん、ちょっとデリケートというか感受性がすごい豊かで、ね、うん、涙もろかったり、それも泣いちゃうんだけど、で、言っちゃったんだね。そう、絵が描いて、絵描いたり好きだったんだけど、うん、そっちに行くのかなと思ったら、本当に楽器の方に進んで、うん、小学校の時もトランペットやってたんだけど、うん、こうずっと吹奏楽部に入ってて、今中学校も吹奏楽で今トロンボーンになった。でも確かに楽器をやってるんですよ。そうですね、なんだかんだ言ってやってんの、なんか続けてるというか、うん、何も言ってないんだよ親とかも、うん、やれとも言ったことないし、うん、子供が好きなことやってればいいんじゃないのって言ったら、自分たちが言う筋じゃない業界にいるじゃないですか、うん、好きなことやればいいんだよ、うん、そしたら楽器の方に言ってんの、出てんですか。あ、そうですね、あの芸術とかが特化してますよとかっていうのが出てて、でその中でもあの絵とか楽器、音系とかそういったものが得意だろうなっていうのが、うん、あの入ってきてたので。どんな芸術的な職業に就いた方がいいってことですか。もしつけるんであればそういった方向に行くと、絵画とかでもそうなんですけど、見るだけでやっぱりエネルギー伝わってくるじゃないですか。ああいうのを音って伝えることってできるんですよ。すごいなこれ。そういう職種になれるんじゃないかなと思う。悪いことが全然ないよね。いやでもなんかそういう才能があるってね、素晴らしい。今スッて入ってき、もう一つ入ってきたのが、うん、あ、はい、あの自分で作曲して、もしかしたら、あの音楽のヒーリングってあるじゃないですか、うん、あれのヒーリングライターみたいなになるかもしれないです。想像を超えてる。そんなのがあるんですね。あ、全然あります。あの音楽医療みたいなのもあるもん。ちょっとこの番組絶対見せる、ね、うん、見せてそういう方向に導かせるわけじゃないけど、うん、そういう目線でお出会いとしては見守っていきたいなと思うけど、うん、まだまだ若いからね、うん、まあ、変わっていく可能性は全然あるかもしれない。今のところそういうびっくりするんですけど、これ自分が本当に、ね、前回もそうなんだけど、うん、嘘言われてるんだったら分かんない。なんか、うん、あ、なんだか、じゃあテレビ的に合わせようかな、そういうんじゃないのよ、うん、ドンピシャで来てんのよ、すごいね。一番下どうですか。一番下は6歳の娘さんですよね、うん、この子はお母さんと一緒のなんて言ったらいいのか、道に進みそう。女子アナさんとか、あの、そっち芸能界、うん、あのちょっとね、あの活発で出たがりなんですよ結構。あ、うん、そうなんだ。で出たがりで競争心がちょっとやっぱり強い子なので、これも当たってんだけど、うん、そういうタイプです。そういうタイプの方で、はい、でもそういうきっちりとした、きっちりとしたっていうとなんかおかしな感じになるかなとは思うんですけど、そういうあのナレーションとかアナウンサーとか、そういった物事をしっかりと伝えるようなお仕事になられるんじゃないかなと思う。なんかタレントというよりは、うん、もうちょっとちゃんとした感じの、ちゃんとした感じ、ちゃんとしたっていうのは社員になられてるからね、うん、それぐらいにやっぱり物を伝えるのにね。そうですね、あの声優さんとかそういうのはどうですか。ちょっと違います。声優さんそれはまた違いますかね。もうちょっとこう、もうちょっとかっちりしたような、あ、うん、あの例えば読み聞かせとか の, あのあーテープ吹き込みとか、なるほど、うん、切り口すぎて、まあでも声優さんでもなんか なってなくはないかなと思います。そういうので言うとどうですか。これもね、うん、めっちゃ当たってるんですよ。でどちらかというと、あの兄弟の一番下は、うん、なんかおてんばというか、やっぱお兄ちゃんお姉ちゃん年が離れてて、何でも見守ってもらえるから破天荒で、女房にすごいベタベタなの。だからってパパのところに来ないわけじゃなくて、女房の方にいつでもくっついてるの。だから女房イズムがかなりいってる感じなんだ。なるほどで、なんかこうよくあの夫婦とかでも言ってるんだけど、兄弟の中で一番こうアイドルとかになっちゃうんじゃないのとかっていうぐらい、そっちが好きそうなの。だけどまだ6歳だからやらせようと思ってないけど、ちゃんと大学出てね、高校出るか大学出てからしてから、でも全然遅くないから、そういう芸能とか焦らなくていいとよく子供たちが言うんだけど、
そういう気質がちょっと若干あるの。芸能の道にもう来るって言ってノーっていう理由はないかな、お父さんとしては、まあ、女房はなんていうか分かんないけど、でもアナウンサー業とかやってくれたら自分はそれはそれで嬉しいなと、苦しいね茨の道だと思いますけど、そうですね、まあ苦しみ聞いてあげても親父はそういう路線に来たわけじゃないから答えられないけど、まあ諦めないで頑張り続けてほしいって言える職業についてほしいなと思いますよね。めっちゃすごい見えてますよ皆さん、本当に先生見えてるありがとうございます。あの最後のカードは何ですか。最後のカードは、あの奥さんをちょっと見させてもらったんですけど、どんな感じですか。清い方なので、あのすごくなんて言ったらいいのかな、汚れを寄せつけない、なので結構ね家の空間自体が綺麗に保たれているって言ったらいいのかな。いやー、ホテルみたいな。そうですよね。結構なんて言ったらいいのかな、掃除とかもきっちりかっちりやってしまうって。なんでそういうのなんか分かるんですかそういうタイプかもしれない、で、あの本当になんて言ったらいいのかな、ここに間が入り込むスペースがなくなるよねっていうような掃除のされ方とかしてる。なんかそういう先生が言ってくれたように、邪気っていうかこうパーンと追い払うような気は、あると思うね。空気的に。そうですね。たまに目つき超怖いから。あの怒らすとめちゃくちゃ怖いかと思います。めっちゃすごいよ。怒らすと良くない。人生で今まで結婚して2回ぐらいかな。大喧嘩して、もう家が出てあのふるさとに帰るって言った喧嘩2回だけあるんですよ。大きい喧嘩。もう子供に止められたぐらい。それぐらい女房がうわーみたいになったこのパーンがもう恐ろしかったね。もうその力って言ったらもう魔王よ。もうでも邪気は払える。魔王じゃない。あの本当に、ま、魔王って言われると思います。あの出てるのが金色夜叉明王っていう戦いの神様なんですよ。すごい、ね、俺なんて違うことの全くイメージと違うこと言われてるんだったら、でもね先生ってなるけど、正直だから言っちゃうけど全部当たってるからね、ほぼほぼなんて中のこの流れ的なものは間違ったこと一個もない、すごいすごいと思う。これは先生の力すごいもっと聞きたいと思うのですが、ぜひピュアリに電話してまだありますよ聞きたいこと。あれはもう時間なんですね。そう、電話してください。いい番組よさあどうでしたか。もうねここまでやっぱり前回同様お邪魔させてもらって、占いっていい意味でいいパワーをもらえて、当たり外れとかじゃないと思うんですよ。でもそれを人を前向きに導いてくれるような、こう、まあ、ワードというのかな、気というのかな、それたくさんもらいましたね。いい番組を。あ、よかった、今日来ていただいて本当に幸せな時間でした。本当にありがとうございます。温泉にねぜひ連れてってあげて。あ、奥様をね、そうですね、春休み行きたいですね。旅行たくさん連れてあげたいですねちょっと皆さんにねSNS としてもご報告しますんでこの番組のことも宣伝させてもらいます。お願いします。本当新子先生すごい、いいアドバイスありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。どうでしたか。はい、あのお二人とお話できて本当に楽しかったです。ね、なんか、はい、私もプライベートで電話しますので、はい、見てもらって癒されそう、なんか、ね、いいアドバイスもらえそうな感じ。そうですね、なんか知らないですけど声聞くだけで癒されましたとかって言ってくれるお客様が結構、この感じじゃない。この感じちょっとした感じ、ポワッとした感じとか、気が、なんか声もなんかすごい癒しボイスで。あ、そうみたいですね。プライベート連絡行きますね。よろしくお願いします。ね、ぜひ皆さんもねお電話してほしいなと思います。それでは最後に例のピアちゃんっていうのをお願いします。いきますよ。せーの、ピアちゃん。次回もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。